そこな、感じ悪いん。ちょっとな、ズルしようとしてんねん、多分。でも何台か用意しろよって感じやけどね。今年の流行語大賞、何でしたでしょうか。こっちからしたら二刀流っていうのは男も女もいける人のことやからさ。だからまあ入国管理局の話やで、これ。じゃあそう、入国管理局も喧嘩なりそうなったわ、うち。それは普通にあの、あれ在留カード更新で、そう、更新しないといけなくなって、いつも、もうめっちゃ混んでんねん。もう行列できたりするし、しかも今どこ行ったん、立川。立川あそこな、感じ悪い。でも、立川は感じ悪いけど、うん、本家あるやん、品川。そう、品川は、うん、一生呼ばれへんっていう、え、もう人多すぎて、人多すぎて、品川はもう一生の戦い、感じ悪くないけど激混みって感じで、立川は混んでるけど、うん、品川よりはマシやから行くけど感じ悪いっていうね。昔も行った時なんかすごいイメージとしてあったのが、うん、もうとにかく人がわんちゃかわんちゃがいるみたいな、うんうん、なんかみんな多分写真とか撮ってこうへんねん。ちょっとな、ズルしようとしてんねん、多分。3ヶ月以内の写真やないとあかんのに、5年前ぐらいのちょっと綺麗に撮れた写真持ってきたりな。ちょ、あれさ、でも写真のところもうすっげえ行列できてんねんで。あ、だからか。だからみんな可愛いの持ってくるから、みんな昔のやつ持ってこいっつって。持ってこないから撮ってこいって言われてやんのか。でも何台か用意しろって感じやけどね。もっと話飛ばしたるか。飛ばさんでいい。もう今年の流行語大賞、何でしたでしょうか。リアル二刀流。あれね、大谷翔平のやな、それ。今年は日本では大谷翔平が大フィーバーしたわけよ。知ってる？大谷翔平。聞いたことある。顔はわかる？わからん。まあまあ、ええ感じ。エッチ。ああ、うん、いいね。でも、まあ、とにかく野球ですっごいね、外国行ってな、何でもやって。で、俺野球分からへんねんけど、で俺大谷翔平ぶっちゃけ、まあすごいことしたんやなっていうのは分かるけど、何がどうすごいことか分からへんねん。その二刀流が何がすごいんか分からへん。こっちからしたら二刀流っていうのは男も女もいける人のことやからさ、リアル二刀流ってマジでって最初思ったぐらいの感じやったねんけど、だから野球についての話についていけへんと、ここへ来て仲間外れ感ちょっと出てきたなと思ったから、野球を知ろうと思って今野球をこれから応援すんねん。あれちゃんも野球どこか一つ球団応援してるって言ったら、やっぱ好感度上がる。阪神タイガースでいいんちゃう。もう阪神タイガースじゃない。阪神タイガースよ。阪神タイガースじゃないの。その中国人みたいに言うなみたいな。俺はビッグボス行こうと思って、新庄剛志。え、ビッグボスも知らんのあんたら。日本ハムやんか。で、結構イケイケやねん、こうファッションとか、うん、ほんで実力もすごいあるのに、なんかショーをめっちゃすんねん。もう天井から降りてきたりとか。天井から降りてくる。もうほんまレディーガガみたいな。え、それ何、その野球の時に天井から降りてきて、急にピッチャーみたいな。そうや、そういうすごいショーをやる人やって、この度日本ハムの監督に選ばれたん、監督で。彼はもう見た目とかめっちゃ大事にするねん。ファッションを気にしてほしいとか、やっぱかっこよくないとよくないみたいな。野球だけ打ち込むだけじゃやっぱショーをちゃんとやんなきゃみたいな。ほんで今な、なんか日本ハムの新しいな建物建てようねん。あれに新庄監督が座る専用のみんなよりも4メートルぐらい高い椅子を用意させてるらしい。にわかをいっぱい取り込みたいっていうのもあって、俺はなんか日本ハム応援しようかなと思ってんねん。なるほどね。ハムいいね。だからそう、シャウエッセンも買って応援してん。シャウエッセンって何か知ってる？しゃもじ？しゃ、ん？もうさ、シャウエッセン知らんの？めちゃめちゃ美味しいソーセージやけど知らん。なんかこう茹でて肉汁がこうパリってなったらピシャーって出てくる。そう。てか、あゆちゃん、どうやって生きてきた？なんでやねん、ソーセージ。今話した会話全然なんも。だってシャウエッセン知らん日本人っておらんやん、絶対。シャウエッセン知ってるやろ。知ってるよ。ちょっと写真見したらわかるわ、絶対。え、なにそれ、2つの袋がひっついてるやつ？そう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 。なんか知ってるやんか。よかった。これ日本ハムやから。名前とか意識したことないけど。よかった、シャウエッセン知ってて。俺もうシャウエッセンあれちゃん知らんって言ったらちょっとガチでコンビ解散しようかと思った。いやー、なんで？だから許されへんなと思って。ポケモンパンは知ってる？ポケモンパン、ポケモンパンに貼ってあるシールとか集めるやつないって。ポケモンパンには貼ってへんね。ポケモンパンの中にシールが入ってる。ポケモンは見てた？ポケモン見てた。あ、見てた。ロシアの時から見てた。どのキャラが好きな？ピカチュウとイーブ以外で。え、名前が覚えて
てないけど、なんかあの花を背中に背負ってる青っぽい不思議花ちゃうやろな。可愛らしい、なんか青っぽい色で顔が亀みたいで背中に大きい半つ。だからさ、不思議花やんそれ。それ不思議だね。不思議そう、不思議花になんねん。だから不思議だねぐらいが好きやったんちゃう。ちょっと待って、不思議だね、うん、不思議だね、せやな。もうあかんって、不思議だね好きとか、もう好きなのは構わんけど、やっぱさ、最初のさ、 あれめっちゃ好きやった。3個やんか、一番最初にさ、不思議だね、人影、もうゼニガメ、そうニャンスが好きやった。もうやめろや。もうそれポケモン知らん人と一緒。あとキュキュキュプリってやつ、トゲピー、キュキュキュプリってやつ、違うよ、ピピちゃん。あ、じゃあラッキーか。あのなんかふわふわしててピンク色っぽくて、ラッキーちゃん、キュキュキュプリラッキー、違う、ラッキーじゃない。あ、じゃあピッピ。え、ピッピそんな泣き方だったっけ。ピッピそんな泣き方やったとは思わへんけど、でもなんかピンクでピッピって感じな。あ、確かピッピやったね。面白すぎる。ねえ、詳しくないやんポケモン、ちょっと。で、俺好きなのミロカロス。最初なんかブサイクのちっちゃい魚がめっちゃ大きくなって立派なドラゴンになるわけよ。なんかやらしいな、立派なドラゴン。最初はちっちゃかったの。膨張率すごいんですよ。ちなみにこの動画のタイトル何？え、この動画のタイトルは、それはあれやん、入国管理局あるある。全然違うやん。どこ行った。どこがやねん。入国管理局あるあるやん。それマジで興味ある人がさ、ポチッとミロカロスが好きとか言ってるだけやから。